も本日も絶好調。本日もレッスン終了いたしましたが、何のそのゼルに左手のための練習曲、地図にネバネバネバ歩くん。ド長調の曲を弾くときはド長調のスケールをゆっくり練習してから練習するべしである。なる。ド長調曲ですが、特に左手を動かすのが苦手なお子様もおられます。右手と左手均等な指を作るためにはゆっくり歯
カノンなどの練習をリズムを変えて均等で独立した指を作ることも大切になってきます。皆さんも体調管理には気をつけながら、ピアノを弾く前も少し準備体操を取り入れてみてはいかがでしょうか。ピアノ練習の前はきちんと手を洗い、ちゃんとスケールもゆっくり練習することでいろんな曲が弾けるようになります。他のスポーツも同じです。体幹を鍛える、手首や肩の力をどうやってリラックスしてゆったり弾けるか、これは準備運動にかかってきます。怪我をしないためにもちゃんと準備運動にハノンの練習や調整を考えて、ゆっくり指を動かす練習から始めてみてください。特に左手というのは本当に動きづらい指なんですが、ゆっくりユニゾンオクターブで同じメロディーを弾く。これでいろんな曲が弾けるようになります。諦めない気持ちに、もっとやれるわ。ピアノ教室はピアノを学ぶ場所でもあり、音楽の技術や知識だけではなく、してはいけないこと、先生とのお約束に手洗い、靴の脱ぎ方、いろんなことを本来はご挨拶も含めて指導するべきだと思っております。手首や肩の使い方、手首を柔らかく柔らかくイメージを持って弾く、こういうことも先生がきちんとアドバイスしなくてはピアノ上達もなかなか難しくなってきますが、いろんな時代の作品も諦めずに練習すればきっと夢は叶います。 100% 勇気、もう頑張るしかないわ。忍たま乱太郎の曲も勇気 100%、 みんな子供たちも弾いてみたい曲がたくさんです。ちゃんと隣のトトロや勇気 100%、 皆さんよくご存知のスタジオジブリの曲やアニソン、臨機応変に弾かせてあげることも大切になってきます。それでは、皆さんも実は手や絆創膏を蚊に噛まれたり絆創膏を貼っておられますが、ちゃんと安全は確保しております。それではまた、本日私松島奈々子鶴に今日は初見でお届けいたしました。初見力があるということは、実は本当はピアノ上達にも大切になってくるんです。初見力にコードネームを知識、コードネームを覚えて楽しく弾き歌いができるととっても楽ちん、ああ楽ちん、あらくらくピアノになりますよ。それではね。